して台湾研究フォーラム会長、台湾生命協議会の幹事長の永山さんから、日台での活動の報告をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、写真で、紹介させていただきます。今年の初めにこの、台湾生命推進協議会を結成しまして、そして、まだささやかではあるけれども、力強く着実に、この運動を拡大してきております。それを写真で、紹介したいと思います。まずこの写真は、3月24日、この都内で開きましたこの協議会の結成記念集会ですね。これ大勢の人に集まっていただきました。で、これは三島会長の挨拶ですね。これは台湾のテレビニュースの画面なんです。台湾でも大きく、報道されたわけです。はい、これは当日ゲストとして台湾からお越しいただいた若者中心の台湾独立派の政党の岸信党の、陳英輝主席ですね。陳さん、素晴らしいスピーチをこの日やっていただきました。で、これは実はこの集会に先立ちまして、1月にこの協議会を結成しまして、そしてこの1月の11日に、中国のこの台湾工作を司る、国務院台湾事務弁公室というところがありまして、でその定例記者会見でですね、この我々の運動のことを取り上げられました。自民日報の、この姉妹誌である環球時報の記者が質問しましてですね、で、今日本でそういういわゆる新台湾派といわれる日本人たちがこの生命運動を始めたけどどう思うか、そしたらですね、この向こうの政府の人間は、この台湾人弁護士の報道官はこのどうでもいいようなことで騒ぎ立てて、でスポーツの世界に政治を持ち込んじゃダメだと、もうチャイニーズ・タイペイってことも決まってるんだと、そういった、コメントをわざわざ見せました。まだ我々何もやってない段階でもう批判を受けました。それほど台湾は台湾と国際社会に向かって日本人が主張するということがいかに彼らは怖がっているかということが分かると思います。その後もこの運動はたびたび向こうのメディアに報道され、そのたびにこのコメントが引用されております。ちなみにスポーツに政治をスポーツに持ち込むなど言いますけれども、チャイニーズ・タイペイという名称をオリンピックに持ち込むことこそが政治プロパガンダの構成の目的ですね。はい、そして、それは今今大勢映ってましたけども、あれは、冬の段階で、新宿で協議会初めて街頭署名活動をやりました。今日は説明もたびたびやってるんですけども、その一部を紹介させていただきます。そしてこの写真はですね、岸信党がありますね。これは5月に新宿でやった、署名活動、先ほど紹介しました陳英輝主席の率いる岸信党のメンバーが日本に来まして、我々と一緒に署名活動をやりました。そうしましたら、これは十字報、台湾の十字報の報道なんですが、中国人がやってきまして脅迫を置いてたんです。台湾独立軍事政府ということで、お前らは中国人だろうと、そういった、脅迫文を持ってきたものですから、台湾の政治がもうあまりにも滑稽なんで、このインターネットで出したら新聞報道になってしまったということですね。それぐらい警戒されているわけです。で、これは池袋駅前での協議会の、この署名活動ですね。でこういうふうに、大勢の人に集まっていただきました。今日は在日台湾同協会の主催で、やっぱりこの場所でやったんですけども、やはり大勢の方がこのように、数時間にわたって立って、署名を書いていただきました。で、これはですね、この協議会に参加するビレット交流会、台湾人のグループですけども、このビレット交流会主催で、上野公園の、上野公園口ですね、全国から大勢の家族連れ、いろんな人が訪れます。そこで呼びかけました。
で、まあ、こういう形で、賑やかにやったわけなんですけども、まあ、とにかく全国の人たち、まずこういう問題があるんだってこと、まず知ってもらって、その情報を、持ち帰ってもらえたらなと思いました。で、これは、これは、上の、あ、ごめんなさい、これどこだ、池袋かな。あ、上野ですか。上野駅、これは上野駅の広小路口の方ですね。あそこで、やっぱり大々的に車両を出して、協議会が障害活動を検出するのをやりました。はい、すいません、これが上野駅ですね。こういうプラカードを持って一生懸命訴えたわけです。で、これは、あれが見えますね。高いビル、スカイツリー。これは浅草、雷門前でやりました。で、ここはですね、この台湾人の観光客が大勢来るところですね。この浴衣着てるのも台湾の観光客なんです。でもこのみんな立ち寄ってくれましてね。でこのように、交流の場が展開したわけなんです。でこれは東京オリンピックの時 の台湾の選手団の入場の写真なんです。当時この1964年のオリンピックでは台湾という名前で出てきたんですね。だから2020年でも同じようにやるべきだと訴えているところです。でこれは、埼玉県署名活動、埼玉県初進出しまして、これは川口駅前ですね。こういうことで全国に運動を広げていきたいと考えております。でこれは池袋駅前、真ん中に立っている方は、台湾の元国防大臣の蔡明健さん。蔡明健さんの率いる連合国共進会、台湾連合国共進会という団体は、台湾の国連加盟を求める、台湾ではとても有名な民間団体なんですが、その日本訪問団が来日しまして、そしてこのグループも台湾声明を訴えているわけですから、我々と一緒に運動を行いました。タオル2枚ありますね。あれはこの人たちが、持ってきたものですね。台湾で作られているものです。台湾頑張ると日本語もあります。はい、どうぞ。はい、これはその、一行との記念撮影ですね。日本と台湾、この日参加さ、この、今日もこの日参加された方、お集まりだと思います。やっぱりこの日本人と台湾人、一緒になって運動やると、どんなに楽しいかということを、皆さん、体験されたかと思います。で、これも台湾で、ね、ニュースになりました。そして、この一行は、日本国会議員に我々の訴えを聞いてもらいたいということで、三島会長がご一行を、自民党本部に連れて行き、そしてそこの、先生方にお会い、会ってもらったわけですね。どうぞ。これはでその時お会いになった、会ってくれた議員さんたち、この方々です。皆さんご存知だと思います。皆さんがですね、本当にこの台湾声明支持すると応援してくれたわけなんです。で、応援してくれたということが台湾ではこのようにテレビニュースになりました。で、これは、靖国神社前、靖国神社8月15日、大勢の人が全国から参拝に来ます。そこで、これは台湾緊急フォーラムが主催ですね。15日にこの署名活動をやろうということ で実際は10日ぐらいから連日この場所で行いました。どうぞ。で、15日はこのように本当にもう行列ができるぐらい、多くの人が署名に殺到してくれました。どうぞ。そしてこれはですね、この JOC 日本オリンピック委員会がですね、ホームページがあって、でこの先ほど言いました台北ユニバーシアード、その開催地である台北をチャイニーズタイペイ台北と言ったんですね。チャイニーズ台北というのはあくまでも台湾のオリンピック選手団に共用している名称なんですが、 JOC は台湾という地名、もう台湾というのは国名と等しいんですけども、それまでチャイニーズ台北切り替えて、そしてそういった誤った情報を日本人にもたらしているんですね。そこでこれは在日台湾同協会の大塩英会長、今日登壇していただきますが、大会長が抗議声明を出しました。日本人に誤解させるようなことはやめてくださいと。そしたらそれがこのように台湾の新聞に載りまして、そして、台湾でも、インターネットの方で JOC に抗議しようというそういった声も高まりました。こういった JOC、 やっぱりこういうあるいは IOC、
こういったところにやっぱり一刻も早く認識を改めてもらいたい、そういったことを訴えてはならないなと、まあ、痛感しているところです。これは、大阪の、台湾建国応援団というグループがあります。真ん中の方がリーダーの田辺健二さんですね。この人も台湾を応援しているので、台湾ではとても有名な、青年です。このグループが大阪で署名活動を行いました。でこれは神戸でその台湾建国応援団がやった時の写真です。でこれは、これは台湾研究フォーラムが、行った上野駅前での署名活動ですね。これはですね、後ろに見えるのが JR 上野駅、そして、手前がですね京成上野駅なんです。でここはですね、この大勢の台湾人が成田空港から入ってきたり、あるいは成田空港に向かうときに使う道なんです。そこでこれ署名活動を始めましたら、次から次へと台湾の観光客の人が押し寄せまして、で先ほどと同じようにいろんなその交流やったわけですね。この運動の、このやっぱり魅力は、一つはやはりこういった台湾の人々と心を通わすことができるということじゃないかなと感じております。はい、これもそうですね。後ろが京成上野駅ですね。この方々は日本人か台湾人か、ちょっと今は分かりませんけれども、もちろん日本の方も大勢証言していただきました。はい、お願いします。でこれはこれは大阪で、先ほどの大阪の台湾建国応援団の写真ですね。独自でこのような、この横断幕を作る、それから今壇上の左側にこの上りがあります。東京五輪台湾声明と書いてます。これもこの大阪のグループが作ったものです。はい、これが、これは上野駅前でのですね。それでは、まあ、そのような形で今まで署名活動であるとかいろいろとこのアピール展開してまいりましたが、次にですね、我々と今提携している台湾の人々、さっき動画でも、あったわけなんですが、今どういう形でやっているのか、これ本当に紹介したらもういろんなことがあるのでキリがないんですが、まあ、その一部を紹介したいと思います。はい、これはこういった横断幕も作られているわけですね、向こうでは。でこの台湾ではもう前々からやっぱりこの野球の試合、バスケットの試合、そういうところでやっぱりこのチャイニーズタイペイを台湾に直したい、そういったことを、訴えてきているわけなんですけども、例えばこれは、これ野球場だったですね。後ろに台湾は台湾だ、中華台北と呼ぶなと書いてあります。中華台北というのがチャイニーズタイペイの官房官役ですね。まあ、この緑の台湾の跡がして我々は台湾だとやってるわけですね。それはこれは新築駅ですね。有名な日本時代から の建物ですけれども、ここにも台湾 is not Chinese Taipei、そのような横断幕を出してアピールをしています。こういう形で皆さんやってるわけですね。はい、でこれは、まあ、先ほどから出ている横断幕ですけども、この映っている蔡さんということ方、蔡智久さん、この方がこういったいろんな横断幕を作ったり何を作ったり大活躍であるわけです。ここにある黒いクマの風船もこの人が発明したもので、彼の協力でこの日本版を作っていただきました。はい、こういう形でクマを出してですね、クマを出しますと家族連れがみんな寄ってくるんです。で寄ってきた人たちに証明してもらうということですね。だから子供たちにもこういった理念を伝えることができるという大変な、作詞でいらっしゃいます。はい、これも蔡さんが、やっているあれですね。中華台北というのはやめようと、これは台北の正門町という繁華街でドンと出しましたですね。でこれは、この先ほどの紀進党ですね。紀進党が、我々が署名活動を始めたら一夜で協力してくれまして、このようなポスターを作り、署名を募ってくれているわけです。でこれは台湾団結連盟という政党がありますね。伊藤さんを政治的指導者とする、このグループもまた今熱心に各地で署名集めをやってくれております。でこれは先ほどの、この台湾声明行動チームですね、若い人たちが中心になって、こういうふうにこの30メートルの横断幕を2本広げました。はい、どうぞ。そしてその横断幕を今度はこの建物に貼ったんです。この建物は何かというと、民進という台湾のテレビ局ですね。その民進のその建物にこれを貼りました。
そしてこ の,、この貼った手前には何があるかというと、実はこれはユニバーシアードの選手村があるんです。世界中から集まった1万人以上もの外国の選手たちがそこに寝泊まりしている。そして朝目が覚めるとみんなこれを見るわけなんです。台湾はチャイニーズ台北じゃないんだということを訴えたわけですね。台湾は台湾、台湾を台湾楽しめよう、レッタイワンビー台湾、そういうふうに訴えたわけですね。おそらく多くの外国人はなるほどと思ったと思います。そしてユニバーシアード、この開会前、この台湾の全国 の, その独立さんの団体、このみんなで台湾の緑の旗を持ってユニバーシアード見に行こうという訴えをやりました。そしてこれユニバーシアードの閉幕式ですね、この、緑の旗を出しました。これはなんと中国を怖がる台北市がですね、募集したんです。本当に台湾はもう国際的社会で孤立して完全に中国に、中国を脅しているわけですね。だから民間の人たちは頑張れと、台湾は台湾なんと言ってるところなんです。で、この開幕式の中でこういった、この蔡千華さんが指揮を執ってですね、横断幕を出したわけなんですよ。2020年は台湾に住ぞうと世界に訴えました。世界のテレビカメラが入ってますから、その前で訴えました。はい、どうぞ。はい、そういった、状況がある一方で、もう一つこの人々は我々日本との交流、提携を強化しろということで、動いてくれています。これは、この8月の末にですね、その閉幕式の前の日ですか、台北で開かれた日台交流座談会、台湾声明。そして、この時この並んでる方々、台湾独立の相当そうそうたるリーダーの方々、普通このように一度に返すことはめったにないんですけれども、しかし日本との交流だということで、日本人が立ち上がっている中、我々も立ち上がらなきゃということで、みんな集まってくれました。そして、この日本からはこの協議会を代表して、僕が参加したんです。今真ん中に座っているのは僕なんですが、その横に座っている方々は本当に向こうの、尊敬すべきリーダーの方々ですね。そして、これは、この風船今美術室に置いてますけども、こういったものを置き、アピールした上で、これは台湾の多くのメディアが報道しました。真ん中にいるのが僕ですが、横にいるのはシャーケイジさんですね。シャーケイジさんも、このシンポジウム、参加して手伝ってくれました。どうぞ。はい、でこれは、ね、その日、この台湾のインターネットテレビ局、に、で今登壇した方々や若い日本のリーダーたちと、それから僕が一緒になって、この台湾声明のアピールを行いました。実はこれはシャケイさんが、この台湾で企画したものでして、右側にいるのがシャケイさん、この人が、司会をやって、司会を務めてくれました。そしてこれは先ほどの台湾団結連盟、台湾団結連盟が観光地の龍山寺の前で署名活動と記者会見をやりました。それで、これは僕も呼ばれ、そして日台合同の記者会見という形にして、これも大々的に、台湾国内では報道されています。そして台湾で報道されたら、人民日報が噛みついてきました。そしてこの台湾団結連盟のやつら、日本人なんかと提携してこんなことやってるけれども、やっても無駄だ、世界はすでに一つの中国を受け入れてるんだと、せすら笑いました。そこまで馬鹿にするんですけど、なぜそこまで馬鹿にするのか、無視すればいいのに、なぜそこまで言うかというと、怖くてしょうがない。台湾人の動きだけで日本人まで巻き込んでこういうことやってるのは、中国本当に怖くてしょうがないわけですね。しかもその世界が受け入れるというところの一つの中国というものを、我々はこれからそれを嘘だということを暴露しようとしてるわけだから、怖くるのは当たり前かと思います。その日、この、一番左の方、王健玉さん、この人は、台湾国弁護士という、やっぱりこの台湾独立団体のリーダーです。この方々も署名をやってましてですね、集めた署名を大量に持ってきてくれましたので、ここで記念撮影をしました。龍山寺の前です。はい、で、この台湾の人々、今回その日本人が来たということでですね、というかアピールしてもらおうということで、これはですね、民視、先ほどの民視というテレビ局の、この、政治経済は、民視を見ようというその討論番組をやります。台湾で視聴率ナンバーワンのテレビ番組です。
そこで、呼ばれ説明をしてきました。でこれを呼ばれたことで、台湾の全国そして、世界中の台湾人見てますんで、この日本人の気持ちというものを、伝えることができたと思います。先ほどの人民日報も世界中に発信してくれましてね、だから人民日報も世界中の、この中国人に我々の決意、被害というのを、報道してもらったわけですが、まあ、今回台湾の方もこのように好意的にやっていただいたわけです。はい、これはですね、この先ほどの陳育才主席の信徒、彼が実は高雄でラジオ番組パーソナリティをやっているんです。そこで呼ばれ、やっぱりこれも日本人の気持ちを話させていただきました。でこれは高雄の南部での台湾の南部のその台湾独立派団体のリーダーたちが集まって、南部でも高雄でもこのような座談会をやってきました。そして、まあ、この日は香港の中共寄りのメディアも来てまして、また世界中に我々の気持ちを発信してくれて、まあ、そういう意味では大成功だと思うんですが、まあ、このように協議会の代表として行ってきたわけなんですが、向こうはですね、向こうの人々はどんなに日本人が立ち上がってくれていることを感謝しているか、そしてどんなに日本人が頑張っていることに励まされているかということをとても強く感じてきました。大変感動しました。そして向こうの人たちも本当に今やれているんです。だから台湾の人は国際センターで孤立を続けてきていますけれども、これからは日本人が一緒にいるんだよということを我々のメッセージを送っていったらどうかと考えております。今は団体の登場です。これからも続けていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、名前さんありがとうございました。そしてこの企画をしてくれました、シャケシさん、本当にありがとうございました。シャケシさんと名前さんは、日本文化チャンネルさくらの、台湾チャンネルでね、台湾の声放送を、キャスターとしてお二人でやっていただいております。まあ、そういう意味で本当に一体の、まあ、友好親善、そして本当に兄弟としての本当に連帯の絆を本当に作っていただいております。ということで社会さん、ありがとうございました。改めまして皆さん、社会さんに拍手を。こちらの長谷さん、ご苦労さんでした。ありがとうございました。では、どうぞ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 、ど